旅行で初めて中国東方航空を使いました。チベット文化が香る雲南省のシャングリラに就航する航空会社の中で日本との国際便もあることや値段が安いことなどから選びました。サービス面では残念ポイントがやや多めでした。最初にこれって安いぜって思ったのは乗り継ぎ用ホテル無料サービスっていうのを期間限定でやっていたんですけれども、その予約をするのに中国東方航空に電話をかけたら話が通じなかったんですね。すごい謎でした。とはいえ一応無事に予約を済ませて搭乗し最初の目的地上海に向かいました。上海では入国手続きを済ませてすぐに乗り継ぎました。空港は少し様変わりしていました。一番驚いたのは分別用のゴミ箱があったことです。私の知っている上海と違うなと思いました。こちらは昆明便の搭乗ゲートです。空港の端っこにありました。バスで飛行機まで行きました。空港の標高は2104メートルということでした。昆明には一泊しました。食事は空港で取りました。空港内のテナントに貼り出されていたスローガンです。こういうのは滞在中たくさん見ました。今回の旅行のために初めて銀聯カードを作ったんですけれども使えるお店を探すことはできませんでした。こちらのレストランでも残念ながら使えませんでした。銀行口座と直接紐付けられたデビットタイプでなかったからだと思います。だから銀聯カードは現金の引き出しのみで使いました。ホテルでほんの数時間休んだ後は最後の目的地シャングリラに向かいました。これが往路最後の離陸です。どの機でも CA さんに笑顔がなかったのは残念。雲海はとてもとても綺麗でした。1時間とちょっとでデチェンチベット族自治州のシャングリラ空港に到着しました。空港の周りは湿地帯だったんですけれども、この後行ったナパハイもこんな感じでした。雨季には湖になって乾季には草原になるそうです。こちらの標高は3280メートルということでした。普通は高山病に備えて低地からどんどん標高の高いところに行くのが安全とされていますが、まず秘境を訪ねたかったので逆のルートを取りました。シャングリラの観光の後レイコを大理と回り、大理からは飛行機で帰路に着きました。空港へはエアポートバスで行きました。言葉は一切通じませんでした。チケットを買うのも身振り手振り、バスの運転手にトイレに行きたいって伝えるのも身振り手振り、これはかなり恥ずかしかったです。でも道中はとっても快適でした。ノンストップだった上に景色が良くて乗り心地が良かったです。それで予定よりだいぶ早く着きました。周りに何もないし結構待ちました。その上飛行機はさらに遅延しました。あれ遅れてる、なんで来ないのって感じでしたけれども、周りの人は誰も飛行機が遅れてることなんか気にしてないようでした。ほんのちょっぴりおやつが配られました。遅れてやっと離陸しました。4回目の搭乗です。飛行機の中で配られたものも同じようなものでちょっとがっかり。しかも行きと一緒で CA さんにも笑顔なし。到着した後はまた予想外の展開でした。迎えの車を頼むために予約したホテルに電話をかけたんですが、電話の向こうが大騒ぎになりました。全部中国語だったんですけれども、おそらくはなんか外国人が言ってるよ、何言ってるのかわからないよ、誰か代わって早く誰々さん呼んできてよ、あいないのどこに行ったのよみたいな感じ。その後電話に出てきた人も片言の英語で、結局英語だけでは話が通じませんでした。それでタクシーで行こうかとも思ったんですが、行き違いがあってもいけないので空港インフォメーションに行って事情を話し、中国語で確認の電話をしてほしいって頼んだんですね。そしたら受付のお姉さんがものすごく嫌な顔をして、自分でかければって冷たく言ってきました。
今電話して通じなかったからお願いしてるんですけどって重ねて言うと、やっと本当に渋々電話をかけて話をまとめてくれました。空港インフォメーションの業務内容からものすごく外れていたのかもしれないけれども、こんな嫌な顔をするのはなんだかなとつい思ってしまいました。時間はかかりましたが、その後チェックインができました。翌朝は青島を経由していよいよ日本に帰りました。